皆さんこんにちは、ミョウです。今回からポケモンブラックをやっていきます。今回は DYMG さんに編集をお願いしています。急遽依頼したためご字や読み間違いがありますが、温かく見守ってもらえると助かります。ではやっていきましょう。ここからは編集者が変わります。いきなりですがカット。始まったね。今回は、冬からだな。この感じ、懐かしいなぁ。あ、そういえば言い忘れてたけど、今回の動画編集してるの主じゃないんだよね。え？じゃあこの動画は、誰が編集してるんだ？主のリア友の DYMG さんに動画編集を頼んだよ。DYMG さんっていつだかマリカーの編集もやってなかったっけ？うん、一回だけやってもらったね。どうも、DYMG です。あ、どうも。それじゃあ DYMG さんも紹介したし、バトルシーンまでカット。それは、カットじゃなくて、カツオだろ。なんで急にバトルなんだよ。え？そっちの方が見てて、楽しいかなって。編集者側の意見出すな。そういえば、最初のポケモンは何にしたんだ？ポカブ。お、相手はスタージャだな。いつ見てもポカブは可愛いね。攻撃できるの少な。まあ、最初だからね。少しカット。まあ、勝つよな。そしてまたカット。また、なんでいきなりバトルなんだよ。え？だって、そっちの方がおもろいやん。相手は、ミジュマルだな。属性は、フリだね。少しカット。まあ、勝つよね。さすがにな。この部屋は片付けんのかい。それでは、またカット。博士に会いに来たよ。しばらくストーリーだよ。バトルを見たい人は9分30秒まで飛ばしでね。
やっとバトルだね。あ、博士が戦うのね。相変わらず攻撃手段少ないな。ほぼワンパンじゃん。まあ、野生だからね。お、捕まえるらしいな。今回は、これで終わりです。今回の動画が面白いと思った人は、チャンネル登録グッドマークをよろしくだぜ。次回からは、妙の編集に戻る予定だよ。次の動画も楽しみに待っててくれよな。